麻雀ファンの皆様、いかがお過ごしでしょうか。実況の笠原奈央です。本日は第13期女流棋界 A リーグ第5節 E 卓の戦いをお届けしてまいります。本日の解説は A1 リーグ今野慎太郎が務めます。今野プロ、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。お願いします。それでは早速本日の出場選手を紹介してまいりましょう。まずは1回戦 G 茶からです。ちいちゃに座ったのは中山七海三段、現在13位のポイント、11.3 のマイナスです。そしてなんちゃ、南智子四段、現在は17位、ポイントはマイナス 86.7。シャーチャは斉藤理恵三段、現在8位で、ポイントはプラス 51.9。最後はペーチャです。青いゆりか四段、現在最下位20位ですね。ポイントがマイナス 174.6。 以上4名の対局となります。ここで成績表をご覧ください。第5節で宅まで終えての成績ですね。出ますでしょうか。もういよいよ最終戦も近づいている第5節、本日が最終宅となります。8位、13位、17位、20位、4名の対局となりますが、このプロ、はい、本日の見どころを教えてください。そうですね、やっぱ葵さんがね、本当崖っぷちなんで、はい、今日は少なくとも、まあ、50、できればそれ以上勝ちたいところではないんでしょうかね。はい、結構下がね、マイナスが詰まってる感じですね。であと上の方もね、斉藤さん今8位ですけど、はい、大混戦ですからね。そうですね、はい、上も接戦となっております。もう決勝を目指すんであれば斉藤さんも負けられないところですね。はい、皆さん負けられない戦いとなりますね。では対局と参りましょう。第13期女流棋界 A リーグ第5節1回戦統廃の開始です。本日の立ち合いは広柴田が務めます。柴田プロの合図によって1回戦が開始されました。ちいちゃから中山、なんちゃに南、しゃーちゃに斉藤、ぺーちゃに葵の並びです。なおルールは一発裏ドラのない日本プロ麻雀連盟公式ルールで行われます。ドラが9層、中山の親番からのスタートです。まずは中山の手牌、一面積まなくて、はい、ターツは3組ですか。両面ターツはちょっと厳しそうですかね。ペーからの切り出しとします、はい、様子を見ていきましょう。ミナミを、ドンがドイツ、そうですね、ドラ1で一面積、はいはい、ありますので、斉藤さんまとまってますね。いいですね、はい、一面積二面積と積極的に切り出しですね、はい、葵も1、2、3、ちゃんたなどが見えるでしょうか、はい、多分これ葵さんカメラ1調整入りますね。あ、これからですね。これからですね。失礼しました、はい、さあ3万が来て両面ターツに、急走がドラ、ね、まあ、急走いらないんですけどドラですからね、はい、重なれば嬉しいと、はい、急走短期のリーチまであるかもしれないですね。例えばいいペーコーできれば急走短期闇点、闇点で役がありますね。さあここで急走話すもありますか。はい、目いっぱいだと急走ですが、はい、ただ決めましたね、斉藤、頭の振り返りを見て残しましたね、はい、じゃあ急走が来たウーピンウーピンみたいな感じになりそうですね、闇面ターツができました。中山です。さあ南は闇面に変化、はい、タイヤをつけていく斉藤、カンウソ、チーなんてのもあるんでしょうか。トン一曲ですからね、はい、どうでしょうかね。斉藤はどのように考えるんでしょう。あんまり高くならない、まあ、面単品で、はい、リーチかけて積もって、1326がマックスって考えれば、はい、あの急所処理して、うん、1000点でもっていうふうには考えは、はいはい、ありますが、斉藤さんが実際どうするかはまたちょっと別ですけどね、うん、はい、南9万で手が止まります。これはちょっと3色などを見たということでしょうか。カンウソ自ら引き入れて、はい、ここはリーチ、面前リーチのリャンウーマン、はい、これがマックス系ですね、はい、面単品です、はい、さあリャンウーマン、ここにリャンマンが2枚、さあもう葵は受けましたか。受けましたね、はい、あら一発キャッチ。葵さんは今日はもう攻めなきゃいけない状況ですからね、うん、そうですよね。でもちょっと攻めるにしてもという感じですか。まあ例えば
トーン行ってみるとかね、はい、そういう打ち方もなくはないと思うんですけど、はい、まずは安全策から入りましたね、はい、あでも南さんあそこまだトーン打たれてないか。そうですね、これで南さんはトーンが出たらポンテン取れる形ですね、はい、トーンが出るとリャン馬の同じ天敗となります。酸素は通っていない範ではありますがどうでしょうか。中山も現物は嘘、 GP は筋に当たります。中山さんも、はい、マイナスしちゃうと、はい、最終節が結構怖いことになるので、あ現在はマイナス 11.3、はい、今日は少なくともプラスマイナス0ぐらいにはね抑えたいですよね、うん、だいたい今入れ替え戦のボーダーが安田さんの 73.4 なんで、はいはい、そうですねやっぱり50超えちゃうと怖くなってきますからね。だから今日中山さんも負けられないですよね。勝たなくてもいいんですけど、はい、負けられない。ただ逆に大きく勝つとまだまだプレーオフ見えますからね。見えるというね。じゃあ結構この1回戦でどうなるかが大事になってくるんですかね。結構大事ですね。大事ですよね。うん、1回戦の出た結果で、はい、上を見るか下を見るかみたいなね、はい、ところもあるかもしれないので。さあ南は先ほど3走を切り出しました。チーマを持ってきて3走切りとしました。ただこの青井さんのトーンは出ないですよね、はい、中山さんもトーンを掴んだら多分やめちゃいそうですよね、うん、出なそうですよね。リアンは残り3枚自力で引いてくるか斉藤さんが掴むか掴むかどうかといったところ。現在は1人リーチ、斉藤からのリーチが入っている局面でもうすぐ終盤となります。トーン1局トラはトラ切りリーチとなっているがな南がちょっと強いですからね。そうですね、はい、ああ積もりました。斉藤の積も上がりからのスタートです。メンタンピン積も1300、2600、ここはカンウソで積もってのリーチで、はい、最後は積も上がり、気持ちのいいスタートではないでしょうか。まあ、ドラが重ならない中での想定ではマックス打点なんで、うん、はい、気分がいいんじゃないですかね、うん、さあこれでトーン2局となります。南の野番、南は本日スタートは17位のマイナス 86.7、うん、南さんも今日負けるとね、はい、最終節厳しいですね。厳しいですね。今日浮くとねまたね、そうですね、変わってきますけど、おやトラが飛んで見てください。トラがドイツですよトラがドイツですね頑張りたいところ、はい、頑張りどころですね。そんなに手役はこだわらないですかね。まっすぐペー、そうですね、親番でもありますし、はい、まあ泣けるとは思ってないでしょうから、はい、目いっぱいに打って、リーチが打てればみたいなところもあるでしょうか、はい。中山は一目つ完成者がドイツペーチャです。目いっぱいですね、うん、はい、パンマンも残します。そうですね、お、青いガツモが伸びているか。そうですね、ここはパンマン、斉藤想像が伸びていく。白も重なった中山、白はションパイです。チューン、リュウハも共に見えておりません。うん、おペンちゃんから払っていきましたね。そうですね、打点が見えないって格好なので、はい、まあ、三原役見つつ、パーピンとかではなくパーマン9番でも先に。そうですね、グッケーの方から勝利と。はい。スーマンが縦に来ました、3トイツ。パーマン9番払いを見せます。両面ができて、はい、できました。またなってきましたね。さあどうでしょうか。ドラドラは親番の南です。うん、青井さんいいシャンテンですが、はい、ペン三蔵では安いし、はい、グッケーということで払いました。払っていきます。 GP にくっつきましたね。これでどうしますか。おまだ三元役見ますね。お結構狙いますね。そうですね、面白い手格好ですね。はい、三元役狙うとなると結構7、8落として3、4、そう両方落とす必要がありますけど、
まあ、そこまで伸びなくても、はい、まあ、白を仕掛けたとしてもいいシャンテンなんで、はい、面白いですね、うん、1000点から3万2000までみたいな本当だ、ここに流派が1枚です、はい、青井さんいいシャンテンですが、ドラがないですからね、はい、チーピンやローマンが出た場合ポンテンも取れますけどね、もうありですけどね、うん、さあパーピー持ってきて中山ここでチューンと、はい、見切りましたね、はい、流派はションパイ切り出していきました、うん、9ピンがあんこになった斉藤ちょっとオーバーしているか、ここで1通は見切ります。そうですね、はい、あんまり嬉しくないあんこですかね、うん、はい、おこれでいいシャンテン目いっぱいですか、はい、自身で白あんこにして、はい、中山もいいシャンテン、このパーピンはポンしないせず、はい、1枚目はスルー、こちらの手、うん、でパーピンですかね、あら、雲切りから行きましたね、危ない方から処理という感じでしょうか、はい、このチーピンに、はい、逆に葵さんポンとしました、はい、サブロピンの天敗は葵、ダイヤの天敗です。親の南はこのドラドラ上がりたい手ですけど泣きが入りました、はい、ちょっとスピード的に厳しくなってきましたかね、うん、そうですね、追いつけるかどうか、天敗ですが闇天、斉藤役なしの闇天に構えます、サブロー層、そうですね、これはどういったことでしょう、まあ葵さんの仕掛けが入ったということと、はい、まあ、あとドラが見えてないっていうのがね一番大きい理由でしょうかね、トンが見えてないことが嫌だと、はい、じゃあ降りる可能性も大いにあるということですね、三面ちゃんを固定させます。さあ現在三人転廃となっています、間違いもできますがヤンウピンに変化です、うん、はい、一応転廃の形ですね、はい、中山はリャンウーマン役割です。ところでドラはどこに行ったんでしょうかね、ドラはですねまだ山に2枚残っています、はい、どうですかね、葵か転廃入ってる葵中山に来た場合っていうのは、うん、中山さんは切らないと思うんですけど、はい、面前ですからね、はい、葵さんはどうでしょうかね、どうですかね、回せないんですよね手形的に、はい、もう終盤ですけど、はい、あらスーピン、いいスーピンだとね、中山さんのこの手だと例えばシャア落としたりとかできるんで、はい、切らないと思うんですけど、はい、回ることができます、はい、南さんもこっから入らない、うん、ちょっと厳しくなってきて、これが宝珠となりました、はい、葵さんの上がりになりましたね、はい、葵の上がり単野を1300です、宝珠は南、そうなんですよね、葵さんも見ててね、はい、うん、あの点数削られていくっていう展開には今日はどうしてもできないんでね、はい、参加していかなきゃもういけないと、はい、なんか今期の葵さん見てたと、うん、あの自分の手がまとまらないから、はい、ちょっと見てて守備重視にした結果、うん、こういうポイントを背負わされたような感じがね、うん、あるんで、今日はね逆に相手に背負わしてやるぐらいの気持ちで、はい、もう主導権を常に握る感じ、昨日の古橋さんのようなホットな話題がそんな感じでね、攻める姿を見せてほしいですね、はい、あどうでしょうか、みんな静岡なんで、あ本当だ静岡ですね、はい、静岡勢は結構活躍がもうすごいですよ ね、 すね、はい、この間藤島さん勝ちましたしね、はい、静岡出身勢ですけどね、はいはい、出身勢、チューンがドイツ斉藤親番、ドラ受けができました、ドラが1枚は青い弾矢受け、中山を3層が重なってチューン目いっぱいです、ドラが1枚、ね、目いっぱいいきましたね、目いっぱいですね、白からいってますからね、うん、あ斉藤さん2枚目のチューン泣きませんでしたね、泣きません、親ですよ、親でそれよりも7、8、9などということでしょうか、そうですね7、8、9、うん、ドラもないのも影響してたんですかね、うん、親番だけにね仕掛けてイーシャンテンっていうね、はい、選択もあったと思うんですけど、先ほどもリーチ行かずと結構受け寄りにっていう感じなんですかね、気持ちの中で、まあ、基本的に、はい、あの斉藤さんの打ち筋がどちらかというと守備寄りで、うん、あそうですね、あの手になってくると大胆にみたいな感じなので、はいはい、まあこれ打点も見えないのでスルーというところですかね、うん、そして自身で急走引き入れてイーシャンテン、はい、で3色になったら勝負かな、はい、勝負手になりますね、
どうでしょうか。でも実際斉藤さんの手泣かないことによって、はい、うん、すごい大きい手になる可能性がありますよね。リーピンが来たりして、はい、これはチュン2枚切れなんで取らずだと思います。はい、あ、チュンの方にしましたね。ということはピン3色にしたいと、はい、例えば今の2ピンつもぎっとくと、うんうんうん、チーピン引いて、はい、まあ、9ピンでもいいんですけど、はい、ウーピン来て闇点、はい、さらに1ピン引いてチャンタ3色みたいな変化があったので、はい、闇ピンかなと思ったんですけど、斉藤の選択はというのにちゃんとより安全にいってとこですね。なりましたね。さあ、イーシャンテン青いです。いい、うん、ここはリアソーからですか。安全度の比較ですかね。チーマー筋、リアンゾーもチーワンも想定ではいらないんですが、斉藤は親のサイトが数万を切ってるぐらいですか。そうですね、まあ、自分でリャンゾー3枚、ね、切ってますからね、うん、そっちの方が気持ち悪いんですか、ね、はい、めっぱいにはいけません。パーマは切っていました。これで買えるかもしれないですね。これで1枚切りのシャー、はい、買いました、はい、安全安全にと。さあ、中山はどうする。流派は1枚抱えています、はい、手がまとまってきましたけどね、はい、あ、でもここはもう固定しましたね。そうですね、ドラを最低でも使い切ると、はい、そう考えると、ウーはいらないということですかね。ドラを出ていかないようにと、そういうことですね。一品つもぎり、さあどうでしょう。これは同じ理由でつもぎりですね、はい、つもぎりました。南はペーチャ、ペーがドイツ、ペイはまだしょんぱいです。このはもう、来ない。単品が統一になりましたが、ちょっと思ったように手が、そうですね、来てくれません。流派は外しました。はい、斉藤さんもあと1枚入んないですね、あと一歩。全員なんかここの形で止まっちゃった感じですか。噛み合ってくれません。来ない。中山さん今リューハーもトンを打たずはいいんですけど、はい、リューハーも残して、はい、先にイーソー行きましたね。でもう終盤に入ってくるので、うんうん、スリムに構えながら後で攻めやすく、ね、ローピンで考える、はい、ちょっともう怖いってことですか。そうですね、闇点入っててもおかしくないと。順目的にはそうですね、はい、もう注意していい頃ですが、コーナー、斉藤このイーシャンテン、葵もこのイーシャンテン、葵さん入らないですね。入らないです。急走も切っていく。もう南さんはもうやめるの感じですかね。受けのEPEPとなっています。斉藤さん借りてのパーピン、はい、パーピン短期、いや、あと1枚引けない。これで中山さんは流派からで、はい、テンパ入った時に、はい、トンも勝負、はい、勝負手ですもんね。そうですね、形的には、パーピンがここにあんこです。いや、おじさん引けない。なぜ来ない。しかもこのペイがショーンパイ気持ち悪い。嫌ですね。嫌ですね。後の自敗は全部見えてるんですかね。あ、トンが見えてない。トンが見えてない。何があるか分からないですからね。さあどうだ。いやだ、もうやだ。何順ですか。もうチーワンからですよね。形的に。あ、テンパイありましたね。これでトン勝負の数値。そう、闇点です。そのままあと1回しかないんでね、はい、リーチはかけなくてもと、はい、闇点に構えました。うん、中山さん状況、あの点数状況的にね、はい、無理はしなくても、はい、まだいい感じ。じゃあこれが葵の立場であればリーチっていう選択も、全然おかしくないですよね。やっぱ勝敗、中山これはただ切り出していくんじゃないですか。そうですね、いけました、はい、斉藤さんがね怖いんだと思うんですよ。ピンズ一枚も切ってないですし、ずっとつもぎりが続いているし、はい、だから面本だったらどうしよう。入らなかった。なんでですか。さあ2人転敗です。斉藤と中山の2人転敗で流局、親は連チャンとなります。葵さん厳しいですね。でも厳しいし、そっか、
C 点をね取れないこともなかったんですけどね、はい、こんな入んないとは思わないですよね。そうですよね。さあ、と3局の一本馬トラがスーピン等になりました。斉藤の連チャン中。斉藤の手配が映っています。ピンズで一目です。そうですね、まずまずですかね。はい、比較的まとまっている感じですか。端合いの今から、あ、ピンズだ。ピンズのネオンピンズ。中山さんは白だったです。はい、メンツはまだありません。南はトンがアンコになりました。一目ずです。ドラも1個ありますからね。はい、楽しみな手になってですね。さあ、青いもですよ。来た来た来た、行っちゃいましょう。そうですね、一品一枚切れなんですけど、この3どうでしょう。2枚目私泣きますけどね、はい、というか泣いて親に制限かけたいですよね、うん、斉藤さんに私やってるわよと。そう、ちょっと私忙しいんだからおとなしくしててみたいな見てなさい、はい、さあ、手配は濃くなってきています。じゃあ9品も泣きますか。同じ理由で、まあ泣くんですけど、はい、そうですね、キューピンか、ちょっと、まあ泣いて、はい、一気にもうチーズを見せちゃう、はい、でいいと思います。あ、出ました、2枚目泣きましたね。はい、2枚目のイピオポン、はい、これでチーマンパーマン払いです。まずはチーマンから、あとはリャンピンキューピン。そうですね、はい、まだ青井さんぐらいの手だったら自力でも全然いきそうな感じですから、はい、ピンズの本質です。もう一枚引くとね、はい、がぜんやる気が、やる気が、もう何でもいいんですけどね、形的に、うん、何引いても嬉しい、はい、嬉しい形になりますね。パーピンがちょっと微妙ですか。パーピンでもチーピンの受け入れる。ああ、そうだ、来、はい、中は残します。さあ、葵が泣きが入っています。うん、中山さん、こう自敗打ち出さずに老僧から、うん、まあ、やっぱりこれ葵さん警戒ですね。丁寧ですね。さあ、ドラが置いている南とんがんこなんですけど、リャンモンか数万取りですか。ここは三層、うん、1枚切れ、はい、斉藤が1枚切っている三層。斉藤さんはこれで4統一チートイツもあるのが、まあ、守備2枚切れの馬番となりました。まあ、葵さんに対応ってとこですか、うん、トーンを切り出すには値しないという感じですかね。葵さんドラの色の本一っぽいんで。あ、そっか、ドラ色だ、はい、ファンパイ泣かれちゃうと、うん、すぐもう漫画みたいなね、はい、感じになっちゃうんで。斉藤さんのジャンプからしても、はい、多分トーンは打ち出さない手組にしていくんじゃないですかね。中山さんも、まあ、全部ファンパイなんですよね、あの葵さんの、はい、ちょっと3枚で押し出すのは厳しいですよ ね、 ううすね。さあ、何を切ったのは南です。これで何が切れるようになったんで、はい、1枚は OK になりました。何を合わせます。また新たにシャーというものが来ましたけど、まあ、まだシャーはね、はい、お高瀬の分だけ葵さんにとって、ね、はい、役にはならない、役にはならない。やっとペイが重なりました。これでイシャンテン。ただそのペイがもうすでに2枚、本当だ、そうだ、南が切っている。まあ、テンパイだけでもね嬉しいですかね。うーん、葵さんはテンパイだけじゃちょっと満足できないと思いますよ。あ、これでこれでいいんじゃないですか。はい、キューピンはどうですかね。まだ1枚残っていますね。そうですね、はい、キューピンはいいんですが、他のピンズ引いた時どうするんですかね、うん、さあ、ちょっと表示が2回戦になっていますが、まだ1回戦です。ね、失礼しました。これはちょっと F さん浮かれてますかね。 FP 大丈夫ですかね。あ、治りましたね。これでいいし、大変失礼いたしました。おお、中山さん徹底してますね。はい、最初から結構徹底してましたから ね、 ね、ということはやっぱ今日やっぱり相当マイナスしたくないんでしょうね。特にあの大きいマイナスをね、はい、したくないんでしょうね。さあ、これはどうですか。さん、はい、もうこれはピンズは1枚持たない、はい、い
形ですね。葵がいいシャンテン、これむしろ本一になっちゃうんですよね。行くかも、はい、シャーリューの重なりをおりますね。全部ありますね。南さんテンパイ入った時にドラ押せるかどうか、どうでしょうか。斉藤さんもいいシャンテン、これよくあるんですけどね、うん、結局守ってる人たちが追いついてきちゃうっていうね、はい、数万、これはどうする。ローワン2枚切れ、3万にしました。うん、硬い。リャンマンで手数ピンとかにはならないですもんね。そうですね、これはなんか全員脳天の匂いがしてましたね、うん、プンプンと、プンプンと。さあどうだ、もう終盤。青いどう、ダメ、青さんいいピンがない、ないです。リャンピンぐらいですか。リャンピン、スーピン、はい、あとキューピン、キューピン、キューピンは1枚か、1枚か。どうだ、あダメ、あと1回ないわ。ないですね、ないんで、そうそう、ちょっと全員の点ですかね、はい、この感じです。相手が斉藤となります。斉藤が相手、どうでしょうか、うん、安全に9万ですかね。ここは運送としました。能天、4人能天で流局です。嘘はションパイだったんですね。そうですね、ションパイだったんで、うん、まあ、まあないんですけどね、はい、ないけど、まあ一応万が一を考えて9番の方が良かったかなって気がします。たまにありますからね、降りてるつもりでもうひょっこり、ひょっこりチートイ、はい、ひょっこりチートイがありますね。やばーってやっちゃった、はい、こっちに、うん、なんでしょう、わかんない、ひょっこりはんに反応したんでしょうかね。ドン4局日本馬、流局してドン4局の日本馬、葵の矢番、ドラガリアンピンです。さあ葵の手配、まずまずじゃないですか、このちょんちょんで、あ、やった一メンツです。7、8、9、6、7、8、まあ3色にしたいところですが、白からいきます。数万から、数万からいきました。数万からいきましたね。ってことは、これは端を見ながら、はい、シャンチャンタ、はい、チャンタ純ちゃん、うんうん、白の重なりとかの方が嬉しいと、そういうことですね、まあ、白の重なりはチャンタにつまる、はい。斉藤ちょっと手がぐしゃぐしゃ、九州ハッシュですか、ハッシュか、ハッシュドポテトですね、ハッシュドポテト。あ、久里さんはハッシュドビーフって言ってたんですけど、あ、本当ですか。今野さんはハッシュドポテト、ポテト、ポテト派ですよ僕はまた今日一つ教わりました、はい、さあ2つ、なかなかいいシャンテン、はい、すでに重なって甘露草とスッチーマンのいいシャンテン、南さんもいいとこ引きましたね、いいシャンテンですね。いやー、となると葵の親が厳しいか、そうですね、うん、手役を見た葵ですが、ここもウーマン切り、はい、決まれば大きい、そうですね、嬉しいリアメ、はい、ね、あ、ドラドラ、やだ、すごい晴らしい。これピンズが伸びればね、嘘を払って、斉藤さんは国士へ、はい、なん、切っていきます。急走がもうすでに残り1枚、ここはどうでしょうか。南 G1 を打っとくですかね、くっつきのイシャンテン、あー、ローソツモギリ、そうか、この急走が薄いんですね、はい、相談です、残り1枚です。ローソン残してたらテンパ入ってましたね、はい、どうでしょうか。パマン南ですね、ローソン残してればテンパイと、はい、いったところ、まだいいシャンテン、斉藤さんがもう実はリャンシャンテンまであらららら、いいピンと9万といいソーのリャンシャンテン、はい、ありそうですね、ありそうですね、ありますね。
関老湾の天杯、はい、あんまり嬉しくない天杯ですが、イペコという役があります、はい、一応いいシャンテン、はい、葵さんがいいシャンテン、いいシャンテン、これで618の方が強くなりましたかね。見えてきました、いいシャンテン、六チッパの三色いいシャンテン、中山もチーソー引き入れて、ここは運送切りとします、うん、なるほど、すでに天杯は南関ローマ、ローマは残り2枚、おお、いい方来ました、むしろリーチだ、リーチいった、はい、リーチピンフ、高めがイペ、あ、高めが3色かイペコ、ね、はい、はい、9番でもイペコ、イペコがつきます、中山さんはこれで勝利ですかね、ウーピンで、ドラドラですしね、おやりですけど行きました、行きました、追っかけリーチ、はい、スッチーマン、現物のスッチーマン、9番とスッチーマンは、はい、9番がローマが残り1枚、1枚、9番が残り2枚、2枚、3対スッチーマンが1枚切られて2、3、あ、1枚ない、1枚がない、3対3ですね、3対3、はい、引き分けですね、いい勝負です、はい、ミリさんは2人に無筋の老僧、さすがに回りますかね、嫌ですか、回れるものがありますでしょうか、イーソーあたりでしょうかね、イーソーは親の現、あ、親の、はい、中山さんの現物で、はい、ワンチャンスですね、葵さんには、さあどうだ、3対3、3対3の勝負、6球満対スッチマン、中山はリーチピンフ、ドラドラ、葵はリーチピンフ、あー、ローマが押してれば、ただ葵さんにとってもわからないんですけどね、痛いですね、次どれ切ろう、両像ですか、2人の筋、嘘、2人とも切っている、はい、両層を切って天杯を取りません、ただ、あ、あれ斉藤さん、いいシャンテンですよ、ロッキューマンが1枚しかなくなってしまいまして、9万を吸収されたの、いいシャンテンですよ、いいソのいいシャンテン、いいシャンテン、さあ斉藤が国士いいシャンテン、くるくる、めっちゃくる、南さんどうするこれ、酸素、あ、振り手だ、そうですね、老僧を打たないってした範囲なんで、うんうん、三蔵の方か、はい、スッチーソン天杯ですがフリーテンです、あ、これか、当たり牌、当たり牌を持ってきたのは斉藤、はい、ということはこれだいぶ中山さん有利ですね、有利ですね、斉藤が天杯が入っても打ち出されず、はい、打ち出されそうですよね、南はスッチーソンのフリーテン、これで斉藤さんやめるかもしれないですね、うん、国士のいいシャンテンではありますが、二間リーチが入っている、うん、この現状、はい、二筋抱えちゃったんで、うん、お、いった、行きました、数万プッシュしましたが、中山の上がり、リーチピンフ、ドラドラ、7700は8300、斉藤国士いいシャンテンからの補充です、リーチドラドラです、あ、ごめんなさい、はい、5200ですね、ドラドラ、はい、大変失礼しました、購入は 5%、はい、まあ、斉藤さんね、葵さん、親の葵さんのリーチがね、はい、第一打数ワンだったんで、はい、もう一枚だけって押したんでしょうかね、うん、さあ中山が上がって何入となりました、1回戦は何入、ドラが両層です、5-2でした、ドラは1枚、両面ターツは1組、南整っていますか、ドラ1枚、葵は打点を狙うでしょうか、ここはいそう、マンズで1メンツ、1メンツ関連ピンが入るのは斉藤、葵さんね、なんとかしたいんですけどね、はい、染めちゃいますか、染めちゃうとどうですかね、うん、やりすぎ、スピード的に追いつけるかどうか、はい、もう一個重なったりすれば、まあ本一でもいいと思うんですけどね、うん、それか染めちゃうんだったらもう一つ見せちゃう、
見せちゃう。例えば流派一泣き、あんこになりましたね。まあ、例えば、はい、あのこの流派今あんこになりましたけど、はい、一泣きしちゃって、はい、相手にまた先のようにプレッシャーをちょっと制限をかけつつ時間稼いで高くしていくみたいな、はい、ストレートにやってると本質にするまではそこまで時間が、そうですね、今ドラマ来てしまいました。イーシャンテンの中山、リアシャンテンですね。今日もつまぎりみなみ、さあどうでしょうか。青い日、青いさんね、第一でイーソー切ってるんだよね。はい、リアンソーがちょっと使いたいところですが、リアンソーは残り1枚となっています。ゴロッチ、そうですね、ゴロッチ、うん、ゴロッチ、ゴロッチゴロチらないですね。あ、ゴロチません。ここも、おやばい、中山さん、そうですね、トンも2枚切れなんですよ ね。ということは安全牌か、はい、後々切っていくと、そうですね、手が進むごとに1枚切り出されていくやつですかね。1個進むと進まない、進みません、だから切らない、まだ切らない。ああ、ドラが使える形にしました。はい、ドラが使える形で、はい、ゴロチに絞ってっていう一打ですね。はい、二度受けの部分ではあります。そうですね、進みませんね。どうでしょう、進まない、進まない。斉藤はどうでしょうか。斉藤さんも進まない、進まない。ゆりかさんは進みました。いい勝点ですね。はい、両面両面、はい、イーソー振り点ですけど、ここはローソーとかではないんですね。ペー残しての、そうですね、あのドラ重なった後に、ドラ重なると振り点解消されて、はい、さらに両面が残るんで、はい、最高ですね、はい、そういう面いっぱいでの残しですかね。やっぱり振り点が残っちゃってるとね、はい、ちょっと不安要素ではあります、はい、不安要素、ね、この手ですね、はい、ドラ重なりのために残したローソーですかね。一数層が出た場合っていうのはどうですかね。いやーね、泣きたくないですけどね、はい、順目によるんじゃないですかね。一数層がすでに4枚切られました。4枚出ちゃった。みなみがドラドラへと変化、そうですね、ここで頭を固定します。いやー、4枚出ちゃったら数層落ちして、うん、6、9番しちゃいそうですね。9番、はい、9番が盲点になるんで、はい、それはありそうですけどね、はい、5が縦に、ここは9万切りとします。南、うん、斉藤さん、いいシャン、あ、テンパイですか、カンパッソ、テンパイ、トラス、トラスの急走切りとなりました、はい、パッソがすでに3枚切れ、なるほど、はい、中山さんはタンヤオエ、うん、南は両面に、いや、またおさん、このイーシャンテン地獄ですか。入らないの、イーシャンテン地獄、もうミキさんはね、はい、ある程度受けてるんでしょうかね。ドラドラですけどね、ルパンは打ち出さなかったですからね。実際対局してる本人には何か気配が感じてるのかもしれないですね。もう10名も10名ですしね。そうですね、さあ、天敗ウーマン切ればといったところですか。天敗取らず、そうですね、ペイがない。こちらもやはりウーマンは切り出しづらいと捉えたんでしょうか。斉藤さんは特に、ね、無理する必要がない立場ですからね。もちろんあの点数は伸ばしたいんですけど、はい、さんどうする。ウパーマン打たない前提だと何を打つんだろう。どれもちょっと厳しいな。どうするんだろうこれ。撤退します。パーマン。パーマンゲリとします南。切るもんがなくてって感じですね。はい。入らない。ダーベスしかも三層。振り点解消はできてもドラが出ちゃいますもんね。まあやめますか。はい、流派流派で、はい、流派流派流派で、もう撤退しました、
中山さんもあと1枚が引けないです。親番中もう1回あるんでイーシャンテのキープする手もありますが、もうやめましたね、はい、やめました、はい、結構ねということは全員の手に、あ、でもテンポ入れた、来ました。これ大きいですね。大きい。サブロマのテンパイは最多、はい、もう上がれなくてもね、うんうんうん、むしろ上がるより嬉しいですね。嬉しい。この3、1人テンパイはいいな。全然いいですよ。これは斉藤さんラッキーです。はい、斉藤一人テンパイで流局という結果さあ斉藤さんのこの上がり牌を前出すというね、あ、待ち牌をね、斉藤スタイル、斉藤スタイルです。一人テンパイ、そして何二局の一本場へと移動します、ね、今日はなかなかテンパイが入らない、じれったい感じがありますが、じれったい、はい、安全地帯ですね。じれったい全然知らないです。ちょっと違いますけどね。ドラスワンです、はい、ドラスワン、ドラスワン、さあどうでしょうか。一メンツはあるか、ありました。総勢一メンツ完成。斉藤も一メンツ、まとまってますね。あ、2メンツですね。あ、3メンツ、3メンツですよ、すごい。あ、中山さんまとまってます。はい、6チーパーも見える、はい、ソースに染めちゃうか。あ、でもドラガスマンか。葵はちょっと厳しいか、一メンツ。うん、厳しいですね。どうしましょう。あ、もうここはね、スリムに3層と。中山も9ピンはつもぎりとします、うん、斉藤が一番いいですね。ドラを引いてきた。さらに高くなりましたね。ドラドラ、これで羽根マンまで見える。いや怖い。ちょっとまあ手の形はね、中山さんも悪くないんですけど、はい、ちょっと斉藤さんの一人舞台になっちゃう曲かな、ね、イーシャンテン、はい、これはどうでしょうか。ジーマの方、ソードどっちかね、うん、1枚切っとく手ありましたけどね、はい、イーソーを噛んでさおい、イーソーの暗冠。さあこのルールはシンドラは増えません。そうですね、はい、一発ラドラなしの公式ルール。そうですね。うーん、ただ持ってくる牌がナンセンス、ナンセンス。両面ターツができました。斉藤が来るぞ。決めますか。もうこれで、まあ、リャンソーの方、ね、リャンソーは1枚切れでイーソーが4枚見えているところ。さっきね G1 切っちゃったんですけどね、はい、G1 重なりでもいいし、ノーブン引きがね結構厚いんで、斉藤さん残してもよかったんですけど、シシゴロナ、はい、この手ですね、うん、これ G1 残しておいてローマン引くとリャンパーワン、はい、もあったね、ありましたね、はい。お、葵はスワンコあるか。中山はまだ一メンツ、南さんが二メンツ、はい、じりじり迫ってきました、はい。サイトはこのドラドラの手、葵さんイーシャンテン、イーシャンテンまで伸びています、うん、だんだん周りが追いついてきましたね。そうですね、葵さんむしろ、うん、3個とかね、はい、そういう手になるよりも、あ、でも小さがないのか、あ、いや小さないのは厳しいですね。と、さあそう自信で切っています。いや小さがないのか、うー厳しいですね。ねえ、イーソー暗冠してるんでね、これリーズミ、うん、あ、通でリーチ、いやーチせずと、リーチ市長やっぱり打点なんですよね、はい。だからさっきイーペイコーになれば、うん、まあ、例えば先チーム引いて、うん、シーソーの高めイーペイコーであればね、リーチいたんでしょうけどね、はいはい、これだとドラ引きもありますもんね。そうですね、打点の折り合いがないんで、うん、ドラを引きたいってところですかね、はい。これチーム残すんですかね。あ、切っちゃった、切りました。
ですね、3色にはならないんで、ウーアンかスーアン引きを待ってですかね。まず、あと、あとイペコの変化ですか。イペコの変化もあります、はい、一番大井さんの中では変化が3つあるのでの闇点ですか。はい、どうでしょうか。ほい、あ、イペコ、これで引き打ってもおかしくないですね。闇点続行、もう一個変化を待つ。はい、現在は2300転廃、まあ、G1 がね、2枚切られてるのもね、大きい理由ですかね。確かに、さっき切られちゃいましたもんね。切られちゃいましたね。ちょっと嫌ですよね。これレアパービーの方の転廃、おー、リーチいきました。嫌な感じ、これ青いにしては嫌じゃないですか。嫌ですね。あ、うー、サブロー級はね、転廃、サブローマナと上がれます。どうなるんだろうな。食い取られた。わ、まあ、シャーはオスでしょうね。はい、リャンパーピンのリーチ斉藤。中山さんか南さんが抜いてくれないとでも上がれない。はい、厳しい。E1 は、これ斉藤は闇天っていう選択あるのかなと思ったんですけど、おお、南の上がりとなりました。上がりきりましたね。ダンヤをドラ1、1000ホール。1000は1100ホールです。はい、斉藤単品ドラドラの転廃ですよね。はい、闇点という選択全然あったと思うんですが、ね、まあ、3面ちゃんでね、勝負で、うん、でなので、はい、上を見てのリーチですかね。単純に打点をハネマンを引きに行った、はい、積もればハネマンですもんね、はい、ただここは南が向かっていき、見事上がりとなります。そうですね、気合の、はい、2000オール、気合の1000オール、あ、ごめんなさい、1000オール。そうですね、南さんもね、今日マイナスしちゃうと本当苦しくなっちゃうんで、うん、今日は最低プラマイゼロが条件みたいな、ね、はい、感じですからね。何局日本馬ドラが G1 です。後期争いがトントンさんがマイナス22で、はい、もう5節目まで終わってるんですよね、うん、でその下のが菅原さんがマイナス 56.9、はい、安田さんがマイナス 73.4 で、安田さんがその入れ替え戦のとこなんですけど、はい、南さんとしたら今日は菅原さんに追いつくぐらいのとこぐらいだね。あ、それがいいな。はい、行きたいですよね。その差は30ポイントほど、はい、まあ、最低限でも安田さんより上、はい、それで入れ替え戦のポジションなんで、はい、ニヤしておきたい。うん、南は現在29,200点、はい、まだ1回戦。葵さんもね、できれば葵がね、現在最下位、南さんを捕まえて藤井さんの上ぐらいまで上がりたい、じゃあ今日はプラス50ポイントぐらいで、そうですね、ぐらいが欲しいとこですよね、うん、それが最低限って感じですかね。お、南の手がビーンズで染まる感じですね。チュンとペイが手の内で同一でした。こういうスースを持ってきて考えます。まあ、だからやっぱ打点を見たいんで、キューピン、キューピンっていうね、選択になりそうですよね。はい、キューピン、キューピン、キューピンが1枚切れ。一メンツは中山、はい、こちらですね、ピンズが多い形の親場南、ね、斉藤はこれでピンズがいい形に、お、スースが縦にくっついてきました、うん、カンパンも引き入れた中山、ドラドラ、バーマンは嬉しい、いつもですね。そうですね、南チュンは1枚目から仕掛けていきそうですかね、親番で。1枚目はどうでしょうかね、うん、この形ですね、はい、これ仕掛けていっても、はい、スーピンの二度受けが残るんでね、3556、はい、あんまりどうですかね、もう一枚様子を見たいですよね、うんうん、引き方によってはね、名本チートへのイージャンテンもなるので、はい、現在4統一、はい、5800OK だったら泣くんでしょうけど、うん、この手ですね、はい、なかなか伸びてくれません、はい、南さんの手、今の形のままだと、はい、ちょっと動きづらいですね。動きづらい、5巡目がだんだん進んでいくわけですが、それでも泣きにはならないですかね、はい、もちろんあの順目にね、うん、言って、泣く泣かないかあるってことは全然あると思いますけど、うん、ただ順目が深くなってきて、はい、パンパイのネーションに打ってくるっていう人は
手が進んでるってことですからね、はい、さあここでリーチが来ました。青い貫ローマを引き入れてのイスピンリーチです、はい、ですね、これは表示牌のローマンツモからの転敗ですから気持ちはいいリーチとなります、うん、いわゆる感触がいいってやつですね、はい、ただこの辺で一回上がり取りたいですよね。取りたいですね。今までそんなね今日手は悪くないんですけどね、はい、ほんと天敗の一枚が引けないんで引けない。イーシャンテン地獄が続いていた青い、ここは天敗でリーチ、はい、イーピンが残り1枚、スーピンが残り2枚です。順目的には3枚はまあ普通ですけど、はい、3山その普通が今日引けるかどうかですよね。中山さんドラドラどうしました、どうでしょうか。中山さんから見るとスチーワンじゃないのみたいな、あ自分で5枚使い、はい、感じで、で自分でドラ2枚あるんでね、はい、こうしやすいですよね、はい、このドラにくっついたら勝負、あこれで勝負か、あ表示牌、表示牌どうでしょうか、いっちゃいますか。打点的には折り合いつくんで、はい、リーチもありますね。リーチで追いかけた中山です、はい、リーチドラドラ貫ローマン、ローマン意外にありますね、残り2枚、2枚ある方じゃないですか。南さんも面本のイーシャンテンになりました、はい、でイワン落ちましたね。親も来ている南智子、さあ斉藤三者が来ている状態です。しっかり場を見渡して数層、三層は通る、三層は通る、はい、イースーピン対貫ローマン3対2、どうでしょうかこの勝負。そこまで差はありません。南もあと一歩進めばといったところ、嘘を切っていきます、うん、そうしましたね、はい、一応中筋ではありますけど、でもこれは来てますよね親も。うわあ、青いここは嬉しい上がり、これは、うん、嬉しいですね、嬉しいですね。リーチツモドラ千二千の日本馬です。千二千っていう打点以上にね、はい、あの初上がりが取れたっていうことが、うん、リーチも追っかけられてね、ちょっとどうなるんだろうといったところで、まだ、はい、まだラストウェアがありますからね、はい、一気にこれで一気に2着まで来ましたね。わかりませんよ、これはわかんないですね、はい、さあ3局となりました。斉藤の親番です。でも接戦ですね、本当に南3局でみんな3万、最高でも3万1400点、うん、ドラウーピン最上上から下まで4400点、はい、4400点さ、こういう時オーラスとか嫌ですよね。一回打っちゃうとオーラスまでビュンと落ちるとか。ああ、そうか。嫌ですか。私そういうことばっか考えちゃうんで。ネガティブってやつですね。ネガティブです。近藤さんそういうの考えないですか。あんま考えないですけどね。オーラスそうですね。接戦だったら、はい、上がいいですか下がいいですか、そのポジション。ポジション。接戦で迎えるオーラス、トップ目がいいかラス目がいいか。私ラス目のがいいです。あやっぱりネガティブ。トップ目だと落ちるまで潰した時の気持ちの、はいはい、打つとラスまであるみたいな。そうなんですよ、へこんじゃうんじゃってると。近藤さんどっちですか、トップ目の方が。もちろんラス目の方が。あ一緒ですね。ネガティブなんで。一緒でした。なんで嬉しい、落ちるとこないんで上しか見ないんで。さあどうでしょうか手配進行。あ南が両冠受けができてトラメンツが一メンツ、さあ青いも一メンツ完成しています。白が統一、中山も一メンツ。まあ、実際この状況だと南さんは黙って見てるわけにはいかないんで、はい、そうですね、積極的に行きたいですね、はい、切り出していくところだと思いますけど、うん、カニアス引き入れた青い、これはなんかちょっといい感じになってきてますね。そうですね、ヤンシャンテンですけど、はい、なんか牌の並びがね、そうですね、ちょっといけるかもしれないみたいな、リャンソーから埋まってきて、次はどうでしょうか。ドン目いっぱい、いや中山さんはね逆に嫌な立場ですよね。そういうというのはそういう意味では今3万1400点で、はい、3万1400なんで親番なくて、はい、でもここで上がるとオーラス結構
そうですね、うん、まだこのここはもう全員勝負局じゃないですか、はい、まあ、ちょっと余裕があるのは斉藤さんですかね、やっぱり、はい、トータルポイント的にも、うんうんうん、さあどうだ、いやあと、まあ、切っている、ここからが進まない、今度は確かに連勝ですか、いやーシャンテン中山も進みません、南は両面に4ゴロまであるって、ね、見ました、メーパー行くんでしょうか、あ、ここはパーソ パーソ1枚切れなんだね、まだ分かりませんでしたが、はい、もう決めてきましたね、残してもいいかなっていう感じですけど、うん、これでいい進展、はい、象図か万図かくっつきを見ます、はい、この手ですね、はい、カンパースを残しておいてパーピンあたり打っといて、うん、しごろって手もあったんだ、あ、テンパイ取りましたね、青いが白のポンを入れてウーマン短期のテンパイを取りました、2泣きですけど、はい、2枚目の白、ちょっと意外でしたね、大井さんだと、取らないで、はい、リーチに行きたいところですけどね、うん、やっぱり最後親番なんで、はい、3万4千以上にしたいですよね、あ、で万願親かぶっても OK と、はいはい、まだ浮きが残るぐらいにしたいんで、はい、2千点だとそれができないんで、ただまあ葵さんね、ウパーピン引けばね、はい、もうちょっと高くなる可能性ありますから ね、今は頭探しの旅、はい、頭探しの旅ですね、旅です、ウーマン、はい、とりあえずウーマンと、あらあら、周りがなんかどんどん進んできてるんではないでしょうか、南さん、いいシャンテン、ね、いいシャンテン、しごろの3色いいシャンテン、ここはリャンマンとしました、はい、さあ斉藤もいいシャンテン、3番に変えますか、変えません、うん、3番の方が良さそうですけどね、うん、単純に短期だけってことでしたら、はい、あ、3番は3山だったんですね、3山、うん、結果ではありますが3ピン、これは買いづらいな、うん、買えまし た3ピン短期、筋に、自分の筋ですね、そうですね、ただ数字とはいえ、はい、3っていう数字自体がね、そんな打ち、うん、打たれやすいあれではなくて、3、はい、万はね、あのマンドの下が安くてね、はい、山に残ってそうだった、これは買えますか、買えない、もう一枚切るんちゅん買えず、お、これちゅん合わせですね、うん、うわー、いいとこ引いた、サブローソーどうする、リーチもある、ローソー3色ピンフドライチ闇点もありますね、どっち、うん、リーチ行きました、はい、注目されてる葵さんにね、はい、おろそがないので、はいはい、ぶつけに行きましたね、はい、ここはリーチと行きました、南、このリーチを受けて葵どうするか、パーピン、パーピン無筋、まあ、全部無筋買いたいとこですけどね、3ピン打ちたいとこですけど、勝負行きますか、ただパーピンがワンチャンスであるんですよね、ボーピンは逆にサブローピンは自分から4枚メートルが押しました、3ピン押してウッパーピン、中山さん3ピン合わせれますね、はい、高めのローソーはもう残っていない、残っていない、残っていない、サブローソー対ウッパーピン、パーピン強そうじゃないですか、パーピンは3枚使われ、3枚、1枚まだ残ってますね、あ、ここに3層が来ました、もう固くいきましたね、はい、ドラのウーピンも残り1枚ありますよ、うん、サブロスはあと1枚、どうだ、9ピン打てるか、取ってないな、振り点言いそうは現物、まあパーピンワンチャンスね、ローピンのワンチャンスで、はい、パーピン電波維持はできますけど、うん、残り積もはもうなし、うん、勝負はしてもいい場面だと思いますけどね、南の配定はありますね、はい、それでパーピン出るなってこともなくはない、うん、あ、やめるか、固くいきました、やめました、
粘ってもいい場面だと思うんですけどね、まだ最後親番もあるし、はい、それだけ点数ね均衡してるんだ。あ、ハイテツも、おー強い南、最後の一枚ですよこれ。これは2004戦、はい、つも上がりとなりました。面ピンつもハイテドライチ、2004戦のつも上がり南ともこう決めました。一気にトップ目です。大きい上がりです。一人沈みからのトップ目に、そして一人置きに、さあオーラスとなりました。1回戦青いの親番、じゃあこういうのもあるからやっぱ白泣かないでリーチみたいな、面前でみたいなのもあったってことですかね。青いのくっつきにして、まあ青いさんが泣かなくてもいいよかったかなと思うのは、まあ打点なんですけどね、まあ、こういう結果分ならもう本当結果なんで、はいはい、葵さんが2000点でも上がりの方を優先って考えたんであれば、うん、そういう考えたのでそういう選択にはなったと思うんですけどね、はい、打点を見れば白スルーして、リズムドレッジ1000、2000以上を狙いいっても良かった場面かなと思いますね。あと最後の粘りですね。そうですね、まあ、結果的にはハイテ積もられたんで、はい、同じなんですけど、はい、テンパ維持をねしても良かった場面かなと思います。あ、もちろん無筋を切らなきゃいけないんでね、うん、リスクは伴うんですが怖いですよね、はい、もうツモも残ってないしと考えると、はい、ただ今日の葵さんは、はい、リスク背負ってでも、あ、攻めなきゃいけないと、はい、攻めないと現実に高級ラインがね迫ってますからね。さあオーラス、現在南3万5000点の一人行きで、南がドラドラとなっています。ドラドラ、南ドラドラ、南ドラドラ、サンキューみたいですね。え、なんドラドラ南ドラドラみたいなね、南ドラドラ、はい、ドラドラ中山さんチートイツですかね。はい、現在は4トイツ、これでリャンシャンテン、はい、パーピン引いたら強いですね。リャンメンリャンメンカンちゃん、パーピン山4、山3、山3、今3になりました。あら山3、あ、189の目もありますからね、はい、目いっぱい行きましょう。形は斉藤さんいいですね、うん、そうだ、これで A3 色じゃなくて、はい、イペコの方ですかね。イペコの方で、さあ青いレンちゃんなるんでしょうか。南ここで一人行きが大きいんじゃないですか。大きいですよ、このまま終わると。このまま終わったとしてもね、一人行きですから、はい、17ポイント入るんで、はい、17ポイントってことは安田さんより上に行くと、わー、うん、いいスタートですよね。そうですね、まあもちろんねまだ1回戦ですから、まあ、先があるとはいえ、はい、気分のいいスタートを切れますね。そうですね、すみません、ピンと入れ替えていきます。斉藤もいいシャンテン、そうですね、受けが広くなりました。はい、青いはどうでしょうか。青さんは厳しいですね。なんだかちょっと二刺しの三色にしたいんですけど、はい、みたいなツモが噛み合ってくれないという、決めきれないような手、目いっぱい構えざるを得ないと。そうですね、この手ですね、でもツモが伸びてませんよ、なかなか進まない。あ、むしろ斉藤さんが伸びた、伸びてる。これはリャンゾーか、嘘ですか。リャンゾーあたりですか、うん、はい、縦に来ますね、嫌な感じ今ね。そっか、はい、難しいか、違う選択がありましたか。4トイツに戻ったので、はい、チートイツリアンシャンテンっていう手もあるんですが、
じゃあ何着るのって話になると、はい、着る範囲がちょっと難しいので、まあ、そのままでもありかなと。そして持ってきた数万、はい、やっと一メンツ。そうですね、結構立て立てしてますね。立て立てしてますね。してますね。立て立てですね立て立て、横横丸描いてちょんさあどうだ、まあ、入らない。カンパピング引いちゃいましたサイトも来ないですね。この貢献の医者ってサイトさん、ここで考えるってことは、うんうん、チーソーパーソーあの方がいいかどうかってことですか。そうですね、こう考えたんじゃないですかね。風装が自分から斉藤さんの目から3枚見えてたので、はい、想像の上がいいのかなっていう。ただもう単純にね、受けの広さでつもぎりましたけど、入らん、入らない、入らない、入らない。もう終盤、葵はどうだ。葵さん来ない。あら、いいシャンテン、三者イーシャンテンの遅れる青いリャンシャンテン、もう動きたいぐらいですかな。これ難しいけど、はい、どうする。数層か、どうだ。ただ運層が薄い、リャン層が4枚切れ、パソーソンもいった。葵さん残りつも3回でまだリャンシャンテンですかねこれは泣くこともできますが、斉藤さん天杯、この天杯か、天杯取って闇天ですかね。はい、はい、闇天に構えました。スッチーピンの天杯、これはもう動かざるを得ないですね。葵動いていいシャンテン、天杯入れられるかどうか。もう本当はね、あの一番はねフィニッシュに待ちたいところなんですけど、はい、もうそんなこと言ってられないですからね。言ってられないですね、はい、まずはレンちゃんですね。これでまだいいシャンテンですから、うん、南さんまだ1枚入らない。斉藤さんは老僧三蔵と切り替えますか。数ピンで3色で出上がり効きますからね。はい、ここは日頃の3色数ピン出上がり可能。チーピン上がれない、上がれない方だから数ピンが今出てもダメ。そういうことですね中山はもう受けですか。チーマンだ、まあ、一応まだテンパでチャンスありますか。はい、南もなぜ入らない。本当ですね6球番ぐらい、いやでもね意外と薄いんだ、意外と薄いですね。にリャンマンはダメだ、どが積もる、どうダメ、厳しい、厳しいですね。ただスーソーローソー出ればここで しかもこれあれですよ、うわうわ、どうします。テンパイ量欲しいですね。いや、そうすると数ピンでローンですね。そうすると中山さんラストまで行きますね。ですな。でもテンパイ量欲しいしな。まあそうですね、うん、ただ葵さんがテンパイであればもう一曲あるし、あーそういう考えもありましたね、はい、ノーテンであれば自分の方が上なので、はい、抑える手もあったんですが報酬となりました。2603色で斉藤の上がりです、はい、再開戦が終了。トップから一人行き南、はい、2着に斉藤、3着青井、4着中山の並びで終了です。続きましては2回戦をお届けいたします。